素振り始め。ショットショットロブ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 ショット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 ロブショットよし。あ、こんにちは。喋るの忘れていたわ。練習練習、火曜大練習。なかなかのファイトだったぜ。毎回ラッシュ&ドリーム撮るときに、そう、練習コマンド、練習してるときに突然始まってるときが多いんだけど、なぜかっていうと、ミスったときのためにね、あえて喋んないようにしてるんだよね。お皿の中身全然減ってないじゃん。ミスったら電源切ってやり直すから、なんか喋った分ちょっと無駄だなって思って喋んないようにしてる。なんだなんだ。これは見たね、榊ルートの時に笑ってた方がいいぜって言われたのを覚えている。はあ。ちなみに私は寿司を送ってきたよ。そうかそうか。朝っぱらからというよりも、まあ休みっていうか、まあ今日仕事が午後からだから、スシロー行きたかったんだけど、臨時休業してた。や。よ。お昼はもう済んだのかい？だったらどう？これから軽く打ち合わない？え？マジで？あ、これイブと神代とやるんだよね、確か。どっかのルートでやったな。そうだね。神尾くんの髪の毛の色がちょっともう迷子になってきてる。赤じゃなかったっけ。私イブが好きなんだよな、割と。君もモノ好きだね。ボソボソ君と楽しいわ、ね、超ボソボソじゃん。はい、とっても。まあ君が楽しいならそれでいいんだけど。学園祭のイブはすごい良かった。そんなに時間があるわけじゃないから、ワンゲームマッチで行くよ。うん。ふーい。この子たちほんとテニス大好きなんだな。早めに終わらせたいから、ちょっとこっちも本気出すわ。作戦よし、行きます。プレイ。行きます。あー、まだパワーが足りないな。おっと、遅いな、球の速さが。私フィフティーンラブ。イブが強い。行きます。遅いな、パワーを鍛えなきゃ。決まれー。走んのも結構遅かったね、今。やばば。早い。フォーティーラブ。すぐ終わっちゃうよ。いや、アウト。あ、アウト。うん、絶好調。絶好調って。フォーティーフィフティーン。こっちのミスやろ。行きまーす。やったー。ウォンバイ。イブペア、ゲームセット。やった、勝ちました。まあ思ったよりも良かったんじゃない、二人の呼吸ってやつ。ピズの呼吸、二人の呼吸。こっちは一度も呼吸が合わなかったな。即席ペアじゃやっぱりダメか。よりによってシンジとあいつのペアに負けちまうなんてな。
そうだよな。全く情けない話だよな。おいおい、少しはフォローしてやりなよ。あ、もう休憩時間も終わりだね。じゃあ昼の合同練習も頑張っていきましょう。よっしゃ、行くぜ。パワーを鍛えなければ。300超えてるんだけど、瞬発力がないのか。でも瞬発力はちょっと、なんだっけ、スマッシュ練習だかなんだかやんなきゃいけないらしいけど、スマッシュ練習は苦手なんだよ。ただ富士の好感度を上げるにはスマッシュ練習をやった方がいいって書いてあったんだけど、別にやんなくていいやって思った。好感度上がりやすいっていうだけだから。ただまあ対戦相手にね、選んだりとかすれば必然的にその人のルートになっていくし。よし、瞬発力が上がるのって、あ、玉出しなんだ。いや、でも私はウェイトをやるぞ。俺についてこい、バーニン。びっくりした、ミスったと思った。バーニン、カモン、オラオラ、レッツゴー、バーニン、マイティネス、エキサイティング。瞬発力が落ちるのか、パワーをやったら。どうすりゃいいんだ。この次にさすがに瞬発力やるか。よし。よ。あ、カバジさん、今の練習どうでした？いい感じでした。喋った。あは、ありがとうございます。いや。モエリン、タカさん。すいませんけど遠慮しまーす。これなんか富士先輩と買い出しに行くっていうことはないのかな。ちょっと休息します。同じ見たことある夢だったらカットするけれどもさ、これ試合とかやんなくていいのかな。昼にやった方が良かった、もしかして。あ、試合はやるんだね。もしかしてジャッカル、うわー、結構強いんだってな。ジャッカルと丸井くんペア。なんか丸井くんの髪の毛の色、赤っていうよりもなんかすごい、なんていうの、やばい赤、赤の中でもやばい赤な気がする。髪染めていいんだね、中学校って。私は自分で髪の毛を染めたこと一回もないぞ。いや、頑張りまーす。行くぜ。あ、早くなってる、だんだん。だんだん速くなってってるね、球の速さが。ラッキー。15ラブ。いけ。はいや。そこだ。バーカ。アウト。よし。あ、そういえば今のバーカで思い出したんだけどさ、なんかこの間ね、この間っていうか1月2月ぐらいかなに映画見に行ったの。僕で映画。結構夜に見に行って、で帰り23時くらいにさ自転車漕いでたんだけどさ、結構夜だから人通りも少ないわけじゃん。え、何やってんのこいつ、何やってんのこいつ。ゲーム、フジペア。そう、夜だから人通り少ないわけで、
自転車漕いでたらで全然ね狭くない道を走ってたんだけど、女の人が前から歩いてきて、でまあ普通に通りすがるときになんかなんかわかんないけど、その女が私に向かってバーカって言ってきたんだよね。なんじゃこの女って思って、やったね。なんか通りすがるのが腹立たしかったのかな、もしかして通りすがるのも嫌だったみたいな。イエイ、楽勝じゃね。さっきから全然追いついてないじゃん向こう。そして今日の夜はルックスをさすがにやろうか。私だって声楽の一員なんだから。あ、もう勝った。ウォンバイ、フジペア、早くね。ゲームセット。私カットする気満々だったから、これからちょっと黙ろうかなって思ってたらもう勝っちゃったわ。さすがウエイトトレーニングした甲斐があったわ。やった、勝った。立海大のダブルスペアに勝っちゃった。うん、まあ、なかなか楽しめたな。てかこっち一回も点取られてなくね。真田のビンとか飛んでくる前に逃げるか。真田も攻略したいような気がしなくもない。勝つには勝ったけどこれじゃダメだよ。私の理想とするテニスには全然近づいてない。ごめん、いろいろあって遅れた。ちょっと一瞬カットした。それも今までみたいな甘っちょろい練習じゃなくて、とびっきりハードなやつ。とりあえず合宿所の周りを1000周、うん、1万周だ。きつ。1000周。おう、はあはあはあ。まだまだこれくらいじゃ理想のテニスなんて。でもなんだろう、頭がフラフラする。これってもしかして熱中症とか脱水症状とかそういうことかな。もうダメ。そりゃそうなるわな。倒れるわ。えへ、医務室。気がついた。藤先輩。随分と無茶をしたもんだね。合宿所の前で気絶してたところを運ばれたんだよ。すみません。一生懸命練習することは悪くない。自分の限界を超えるには、並大抵の努力じゃダメってことも知ってるつもりだよ。でも、並外れた努力をするのと、無茶をするのとは違う。はい。私このままじゃいけないと思って、これまで以上の練習をしなきゃって思って、だからそれで必死に。ね、藤先輩。ん？何か言ってください。もしかして怒ってます？いや、怒ってるわけじゃないよ。ただ、君のそのテニスに対するひたむきな姿勢が眩しくて。どうせ私は子供ですから、単純だってよく言われるし。ごめん、別にからかってるつもりはなかったんだけど。本当に、心の底からそう思ったんだ。君が輝いて見えた。そして僕はどうなんだろうって。先輩はもちろん輝いていますよ。とっても素敵です。それで私の目標です。ありがとう。だからここでこのあだ名食うとちょっと笑っちゃう。モエリン。君を慰めたり励ましたりしているつもりで、逆にいつも君に勇気づけられる。君のおかげで僕も自分のテニスに対する気持ちを思い出すことができたよ。じゃあ一緒に頑張りましょう。君は本当にテニスが好きなんだね。はい、そうみたいです。悩んだり迷ったりしても私はテニスから離れられません。ああ、でも今だけは体を休めて、そしてまた明日から自分の理想のテニスを目指して練習に励めばいい。もちろん僕も頑張るよ。君に負けないように。こちらこそ。萌えりんっていうあだ名が。藤先輩のおかげで気持ちが落ち着いたみたい。藤先輩が本当に私を心配してくれてるってよく分かったし、明日からもっといい状態で練習に励める気がする。どんな理想のテニスってどんなだよ。
明日の朝誰かと練習しようかな。する。富士さん。てか合宿所にいるんだから普通に部屋に行けよ。はい、富士ですか。私です、モエリンです。いや、ええ、電話ずっと待ってたよ。いや、ずっと待ってたって、ちょっとそっちから電話してくれてもいいんじゃねえの。明日の朝よかったら自主トレに付き合っていただきたいんです。一緒にやりませんか。大歓迎だよ。君は受け身なのかね。実はね、僕の方も君を誘おうかと思ってたんだ。ありがとうございます。それじゃあ明日の朝第一東コートで待ってますね。わかった。興奮して寝不足にならないようにね。な、何言ってるんですか。ちゃんと起きられますよ。明日の朝は富士先輩と一緒に練習だ。これ富士さ、キックマルとさ同じ部屋なんじゃないので、なんかモエリンからなんか電話来ねえかなって二人で盛り上がってたんじゃねえの、どうせ。でなんかちょうどモエリンから電話がかかってきてさ、キックマルと一緒に飛び跳ねてたんじゃないの、ベッドの上で。なんか男子ってそんな気がするわ。おっしゃった。違う、違います。戻ってルックスをやりましょう。見出し、見出し並みじゃない、勉強全然やってないけどいいよね。お、いいじゃん、いいじゃん、あ、いいじゃん、全部20丸、やった。ルックス1回やるだけで結構上がるもんだな。電話だ。あ、さくのちゃん、どうしたの。別に用はなかったんだけど、ただどうしてるかなって思って。あ、ごめん、今忙しかった。ユリルートかい。うん、全然何もすることなくてぼーっとしてたとこ。さくのちゃんが電話してきてくれて嬉しいよ。やばい、なんかちょっと興奮する。性格のみんなはどう、元気にやってる。うん、元気だよ。カツオくんとかね。ともちゃんなんか今日ね。何これ、ほんわかする。もうこんな時間、ごめんね、長電話しちゃって。うん、全然平気だよ。でも今日はそろそろ切るね。おやすみなさい。うん、おやすみなさい。さくのちゃんのほんわかした声を聞いたらなんか和んじゃったかも。おかげでぐっすり眠れそうだよ。え、まさかのユリルート。それでも私は大歓迎ですよ。1ヶ月前か。2月の今頃はチョコの準備が大変だったな。それってバレンタインの。ええ、兄とテニス部のみんなにあげたの。お兄ちゃんにあげるとか偉。鳥取さんは誰かにあげたんですか。私はカバチ君に。あ、そっか、幼馴染だしね。幼馴染か。私も幼馴染にはあげたな。秘密です。バレンタインチョコって見てると自分で食べたくなりません。あー、わかる、美味しそうだもんね。あなたひょっとして買って自分で食べちゃったとか。そこは秘密ですってば。早川さんだって食べたくなるんじゃないですか。私甘いものはあんまり好きじゃないの。でもね、なんか辛い、辛いの好きそう。あ、そうそう、チョコって言えば、これはもう見たな。今度みんなで行こうってやつよね。それならライブ。いいね、女の子大勢でそういうところに行くのっていいよね。女の子大勢で行ったことないな、夢の国とか。友達一人二人くらいしかいないから私。そろそろ始めるよ。
よし。空。空。君の本気。残念。最後は決まらなかったね。まあいっか。まあまあだね。一瞬やり直そうかって思ったけど、まあまあいっか。丸ボタン押したけど反応なかったんだよ。何それ。はあ、大口開けて威嚇してるわけ。違いますよ。あくびですよ。あくび、よく見てますね。イブさん、緊張感足りないんじゃない。ああそうか、さすが余裕だな。声ちっちゃ。そういうわけじゃないんですけど、最近変な夢ばかり見ちゃって。あ、そんなことよりここで会えてちょうどよかったです。何、また何か企んでるんだろう。え、お願いがある。イブさんのこと名字以外で呼んでもいいですか。なんて呼びたいわけ。え、何これ。イブさん、シンジさん、何これ。でもなんか菊丸にさ、同じこと言ったらさ、先輩だから普通に名字でいいんじゃないっていう、ちょっぴり怒れたんだよね。イブさんで、やっぱりいいです、イブさんって呼びます。そう、じゃあまたね。イブさんか、結局これまでの呼び方と同じだけど、まあいっか。シンジ、なんだ。あ、佐伯さんこんにちは。あのさ、君に一つ聞きたいことがあるんだけど、いいかな。はい。君、富士と随分仲がいいみたいだけど。ちょっと待って、この音楽聞こえます、みんな。やば、ちょっと待って。あ、これね、近所にね、そう、豆腐屋さんの車が流れてるんですよ。これもしかして神奈川にしかないのかな。東京にはないよね。まあ東京に限りなく近いところに住んでるけど、東京で聞いたこと一回もないもん。遠ざかった。もしかして君たち付き合っているの。仲がいいことは認めますけど、何の話ですか。そんな関係じゃありません。これ結局さ、どれにすればいいの。何の話ですか。そんな関係じゃありませんよ。あ、気を悪くしたらごめんよ。ちょっと聞きたかっただけなんだ。じゃあね。でもさ、これさ、聞いてきたらさ、佐伯も私のこと好きってことになるよね。それか佐伯が富士のこと好きってこと。え、いいんじゃね。私は佐久野ちゃんと付き合うよ。で、佐伯は富士くんと、あの、ぜひ仲良くなったらいいと思います。そろそろ瞬発力やった方がいいかな。結構難しいんだけどね。はごめん、サナダ。ダッシュ、行くぞ。ふい。難しい。140までしか。お昼も食べたし、練習までは少し時間があるよね。何しようかな。ああ、いたいた。いたいた。ボードゲームはね、見たからいいや。
信じられない話、タカさんお願いします。で、そのお客さん、見た感じは華奢なんだけど、すごい食欲なんだ。私のことですかね。何しろ、あっという間に50巻だからね。みるみる下駄が積み上がってすごい、私にはとても無理ですよ。親父も最初は笑って見てたんだけど、途中から意地になっちゃってね。握るのと食べるのと競い合い。女の子かな、その子。こうしてこの日の昼休みはみんなで大いに盛り上がった。でもタカさんがあんなに話し上手だったなんてちょっと意外かも。私、男性の見た目とか性格とかよりも話し上手かどうかっていうのを結構気にするかもしんない。なんか話してて心地いいなって思う人がタイプなのかもね。タイプって言っても私一目惚れが多いから何とも言えないけど。素振りをやって精神力を300にしたいな。はっ、榊になった榊太郎。素振り始め。ショットショットショットロブショットロブショットロブショットショットショットロブショット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 よしよし、あとはひたすらパワーと瞬発力を上げようか。お、やむじゃねえか。今まさに絶好調って感じだったぜ。イケメン好き。やった、桐原さんに褒められちゃった。うう、疲れた、もうクタクタだよ。集合しろ。集合しろってなんだ。集合してくださいだろ。これから特別に切り株倒しを行ってもらう。嫌い、この練習嫌い。これ攻略法、どうやって打てば倒しやすいですか。いい質問だ。では答えよう。サービスを打つ際、インパクトに違いがあるのは分かるな。ああ、スコーンとかバシューンとかって音ですね。そうだ。はい。これでサービスの何言ってんの。試合同様、行ってよし。切り株倒しな。あ、もう嫌い。何やんのこれ。何やんの。やればいいの。な、何これ。ずっと丸だけど。あれ。よし、いいぞ。よし、行ってよし。よし、行ってよしって、行ってよしだけじゃ、だけでいいでしょ。なんか、よしって2回言ってるけど。あ、サーブの練習ってことか、要するに。昨日からいろいろ考えたけど、今の私に足りないのはやっぱり経験なんだよね。だからあんなに不安になったりするんだ。わかる。でもだからって必死に練習をやればいいってわけじゃない。だから今日はちゃんと特訓メニューを考えてきたもんね。よし、午後の練習はサボじゃなくてお休みさせてもらって、自主練習で特訓だ。付き合ってもいい。ダメ。聞いてたんですか、独り言。つもりはなかったけど、あれだけ力いっぱい叫んでいた。合宿所の外にまで聞こえたんじゃないかな。うっ、でもそれじゃ藤先輩も午後の練習に参加できませんよ。いいよ、君と一緒にいる方が僕にとっては大切だから。ほとんど告白やん。全ては君次第だな。
それじゃお願いします。じゃあ僕の掛け声を操作して。いやだこれ、ボレーって言ったら丸、ドロップボレーって言ったら丸ボタンを軽く、スマッシュって言ったら方向キーの右を押して丸、ロブって言ったら三角、オッケー。もうやだやだよ、もうこれやなんだよ、難しいんだよ。ちょっと無言タイム。特訓始めるよ。ボレースマッシュ、えスマッシュスマッシュスマッシュ、ドロップボレースマッシュ、ボレーボレードロップボレー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 スマッシュスマッシュ、ドロップボレーボレースマッシュスマッシュ、ドロップボレードロップボレースマッシュ、ロブボレースマッシュ。よし終わり。ダメだって書いてあるけど、よし終わりって言われてる。なんだか力がみなぎってくる。何なのこの不思議な力は。それが君の中に眠っていた力だよ。ついに目覚めたようだね。これが私の力。前衛キラーを身につけた。まあ要するに必殺技ってこと。あとで榊コーチに怒られたりしませんか。その一緒に謝ろう。それはともかく中途半端に時間が余ったね。そうですね、練習試合には参加できますけど、それまでまだ時間がありますね。デートしようぜ。じゃあ特訓もうまくいったことだし、少し息抜きでもしようか。あ、いいですね。それじゃ着替えてからまた集合しましょう。お、どこ行くんだい。うえ、それでどこに行こうか。君のその格好は学ラン似合わな。ちょっとお腹が空きませんか。何か食べるっていうのはどうでしょう。あ、いいね、そうしよう。でもこの後練習試合があるってことは忘れないようにね。はい。ファミレス、うん、美味しい。パクパク。ありふれたメニューだけども、このところずっと合宿所のご飯だったから、うん、かえって新鮮だよね。わかる。あと合宿所を抜け出してっていうのが絶妙のスパイスで、もぐもぐ。規則を破る快感ってとこかな。はい、ついつい食べ過ぎちゃいそうです。そうだね。お金持ってんの。じゃあデザートは半分ずつにしようか。そうしましょう。で、何を頼みます。そうだな、アップルパイなんてどう。いいね、いい息抜きになったね。楽しかったよ。まさかのスチールをゲットできなかったっていう。じゃあ急いで戻ろうか。よーし、練習試合で特訓の成果を試すぞ。こいつらか。こいつら最後じゃないの。普通立海隊のペアの方がさ、あれじゃない、強くない。
まさか。やったね。サーティーオール。フォーティーサーティー。よし。15-40。勝ちました。まあカットするってほどでもないけど、私が喋ってなかったからカットはするけど。